姉さん、この料理美味しいよ。これは何なの？珍しい料理だよね。ああ、それは材料を買ったお店の人に教えてもらった料理なの。ソースがちょっと変わっていてね。ああ、細かいことはよくわからないけど、君は本当に料理の天才だね。こんなものを毎日食べているなんて、マイケルとジョンが羨ましいよ。天才なんて大げさね。このくらい普通よ。え？でもこれとっても美味しいよ。大げさなんかじゃない。僕が天才だって言うんだから、君は料理の天才なんだ。ありがとう。そんなに喜んでもらえると私も嬉しいわ。どうしたのジョン、さっきから黙っているけど、もしかして美味しくなかった？いや、そんなことはない。姉さんの料理はとても美味しいよ。ただ一つ気になるのが、どうしてこいつがここにいるんだ。買い物の途中、偶然会っちゃったのよ。これから昼食を作るって言ったら、僕も行くなんて言い出して。だって一度君の作った料理を食べてみたかったんだよ。うん、美味しい。もうそんなに焦って食べなくても大丈夫よ。まだおかわりの分もあるもの。そうなの？それじゃあおかわりが欲しいな。おかわり。おいピーター、少しは遠慮したらどうだ。姉さんに手間をかけさせるな。え？手間をかけさせてなんかいないよ。すっごく美味しかったからおかわりが欲しいだけ。そのくらい自分でやれ。お前がここにいるというだけでも僕はとても嫌な気分だというのに。お前はこの家の人間じゃないのに遠慮もなく居座るな。僕たち家族の時間を邪魔しないでほしい。邪魔なんかしていないよ。それに僕だって家族なんだからいいじゃないか。お前と家族になった覚えなんかない。能天気な弟なら間に合っているぞ。って兄さん、さりげなく俺のことまで能天気とか言うのやめてよ。俺に何か恨みでもあるの？そんなものはない。僕は純粋な本心を言ったまでだ。僕の弟はマイケルだけでいい。ならちょうどいいね。僕は弟じゃなくてお兄さんだから、それならいいだろ。いいはずがないだろ。僕はお前なんか兄と認めない。僕はお前と家族なんかじゃない。だからお前がここにいる理由なんかないんだ。分かったら早く自分の家に帰ってくれ。理由ならあるよ。彼女は僕のお嫁さんなんだから。お前が姉さんと結婚するなんて絶対に認めない。いやいやジョン、それじゃ弟って言うより娘の結婚を認めない頑固な父親みたいよ。姉さん、何をそんなに落ち着いているんだ。こんな奴にお嫁さんなんて言われて嫌じゃないのか。子供相手だしね。もう今さら何を言っても無駄かなって思っちゃったのよ。ありがとう。君がお嫁さんで僕はとっても幸せだよ。君は僕のお嫁さんだから、君の弟であるジョンとマイケルは僕の弟なんだよね。はいはい、全部聞き流してしまえばいいのよ。どうせ子供の言うことなんだもの。ジョン？こんな奴と食卓を囲みたくない。姉さん、悪いけど僕は部屋で食べる。ピ
ピーターがいるのがそんなに気に障ったのかしら。ジョンはピーターのことをよく思っていないんだから当然かもしれないけど、それにしたってやけに不機嫌だったような。ジョンはどうしちゃったんだろうね。家族みんなで食べればいいのに。まあ兄さんが考えていることは大体わかるけどさ、だからってあんな風に席を立たなくてもいいのにね。うん、今日は虫の居所が悪かったのかもしれないわね。誰にだってイライラする時はあるものね。そんな時にうるさくされたらたまらなくなってしまうわ。いや、虫の居所が悪かったっていうか、あれは何？なんでもない。姉さん、後で様子を見に行ってあげなよ。何なのよ、ジョンの機嫌が悪い理由を知っているの？思い当たる節があるなら教えてよ。直接本人に聞いてみれば？そんなことより、姉さんも早く全部食べないと料理冷めちゃうよ。兄をそんなこと扱いするのはやめなさいよ。食べるけど。今ジョンのところに行ってもまだ気が立っているでしょうしね。もう少し気分が落ち着いた頃に部屋に行ってみよう。ジョン、いるの？結局また昼食を食べに来ていいからって言って帰ってもらったけど、ジョンが嫌がりそうね。次にいつピーターが来るのかと思うと少し気が重いわ。とりあえずジョンがどうしてそこまで不機嫌だったのか聞いておかないと。姉さん、さっきはごめん、急に席を立ったりして。そうね、食事中に席を立つなんてお行儀がいいとは言えないわ。いくらピーターがうるさかったとはいえ大人げないわよ。さっきはやけに不機嫌そうだったけど、もしかして今日は何かあったの？姉さん、姉さんはピーターのことが好きなの？え？何を言い出すの突然。だってさっきお嫁さんだとか言われても否定しなかったじゃないか。あんな奴にあんなことを言われて、姉さんはもっと拒否するべきだよ。それとも姉さんも本当はあいつのことが好きなの？だからあんなことを言われても放っておいているんじゃ。ちょっと誤解しないで。私はピーターのことを恋愛対象として見てるわけじゃないわよ。反論して騒ぎを起こされたりしたくないだけ。子供の言うことなんだし、いちいち相手にしていたら疲れるだけだもの。だからといってはっきり拒否しなかったらあいつがつけ上がるだけだ。僕はこれ以上あいつが姉さんに近づくなんて許せない。ジョン、あなたよっぽどピーターのことが嫌いなのね。それもあるけど、それだけじゃない。僕はピーターが嫌いなんじゃなくて姉さんのことが好きなんだ。え？好きって家族として好意を持っているっていうことよね。ジョン、言いたいことがよくわからないんだけど、私のことを好きだとどうして不機嫌になるの？僕としたことがまさかこんな風に自分の気持ちを言ってしまうなんて。今までずっと隠してきたというのに、よりにもよってこんな形で。何を言ってるのかよく聞こえないわね。どうしたっていうのかしら。なんだか顔が赤い気がするけど、気のせい？赤
赤い顔でブツブツつぶやくなんて、熱でもあるのかしら。そんな、僕はこれから一体どうしたらいいんだ。ずっと兄弟としてうまくやってきたつもりだったのに。ジョン、機能停止したか。これはやっぱり熱でもあるのかしら。それにしても膠着状態のジョンって無防備よね。今なら何をしても気づかれなさそう。面白いかもしれない。それにしてもジョンって綺麗な顔しているわよね。女の子にモテるんじゃないかしら。裏で密かに人気がありそうなタイプよね。マイケルと違って軽いノリじゃなく本気で。ジョンは彼女を作ったりしないのかしら。ジョンが恋人にするならどんな子なのかな。真面目なジョンのことだから、恋人ができたら私にもちゃんと紹介してくれるんだろうな。あれ、どうしてこんなに嫌な気分なんだろう。ん？あれ、僕は何をしていたんだっけ。どうしてここに。どうしてここにって、だってここは私たちの家じゃない。私たちさっきまで話をしていたでしょ。あなたが機能停止しちゃったせいで中断されたんだけどね。それはそうだったかもしれないけど、どうして姉さんの顔がこんなに近くに、こんな至近距離だなんて。ジョン？え？また固まっちゃったの？どうしちゃったのかしら？まさか故障？どうしたらいいのかしら？はあ、誰か修理できる人がいたらいいのに。様子がおかしかったな。どうしてだろう。ピーターに対して不機嫌になっていたこともそうだけど、原因がわからないのよね。姉として慕ってもらっているなんて嬉しいことだわ。でもジョンにとっては言ってはまずいことだったの？姉さん、起きている？入ってもいいかな。ジョン？ええ、どうぞ。緊張しているの？ううん、それも何か違う気がする。どうしたの、ジョン、こんな時間に。ごめん、姉さん。
もう遅いのに。迷惑かとは思ったんだけど、その今日言ったことに関しては気にしないでほしいんだ。できれば忘れてほしい。今日言ったこと？もしかして私のことを好きだと言ったことかしら。それはそのとっさに出てしまったというか、深い意味はなくて。私は嬉しかったから忘れるつもりはないんだけど。姉さん、嬉しかったって？姉である私に好意を持ってくれているということでしょ。弟に慕ってもらえるのが嬉しくないはずないじゃない。あ、もしかして照れているの？でも私はその気持ちを嬉しく思っているし、気にしなくていいのよ。男の子って家族に素直に好意を表すの恥ずかしがるものだものね。それでジョンも気にしているのかな。弟か。そうだね、僕たちは家族だから。ジョン、どうかしたの？どうして落ち込むの？今日はこの子の考えていることが全然わからない。いや、なんでもない。今日の僕はちょっとおかしいんだ。姉さんが僕の言葉を気にしていないならよかった。もう部屋に戻るよ。おやすみ。あ、待ってよジョン、そんなにすぐ帰らなくてもいいじゃない。やっぱり様子がおかしいし心配だわ。もしかして何か悩みでもあるんじゃないの？今もなんだか落ち込んだような表情だし、このまま放っておきたくないわね。そうだわジョン、寝る前にお茶にしない？わかった。マイケルも誘ってくるよ。あいつはのけものにするとすぐ拗ねるから。でももしかしたらもう寝ているかもしれないな。今夜はジョンと二人きりで話がしたいのよ。マイケルは多分もう眠っていると思うし、いいかしら？いいわけないよ姉さん、そんな無防備なことを言うのはやめた方がいい。どうしちゃったのかしら、ジョン。無防備って何が？でないと僕は姉さんに何をするかわからない。え？今なんて言ったの？声が小さくて聞き取れなかったんだけど。なんでもない。やっぱり今日のことは全部忘れてほしい。それじゃあおやすみ。部屋を出ていく前なんて言っていたのかは聞き取れなかったけど、真剣な瞳だったからちょっとドキッとしちゃった。気のせいよね。弟が姉にそんな目を向けるはずないもの。